皆さんこんこにちは「学び方改革週1学習で詰め込まずに合格」というタイトルで30分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレックスニーコースの友ですすどうぞよろししくお願いしますさて、えー、今回ですけれどもはい、えー、こちらですね「学び方改革週1学習で詰め込まずに合格」というタイトルで。 はいまあねえ卓、ー、研試験のガイダンスをさせていただきたいと思いますけどもさあ、えー、まずまあこれをね、えー、ご覧になってるということはまあ、これからね宅建の勉強をししよううとといいううに思思っってらっしゃる方だと思いますでこれから卓研の勉強をしようとする方に対してですねまあどういうところに気をつけて学習をしていけばいいのかとかそういったところをですね、えー、まあ、ちょっとお話しさせていただければなというふうに思うわけですけどもまずですね1番目。 宅検試験を知るとということで、まあ、宅建試験についてちょっとしっかり押さえといていただきたいことがあります。それは何かというとこちらデータがありますということでちょっとこのデータ見ていただきたいんですね。で私ちょっと邪魔なんで1回消えますけれどもはい こちらのデータ何かというと2018年からです。えー、2018、2019、2020、まあ2021。まあ2020と2021はね10月と12月と2回試験があったのでまあとりあえず10月試験でと。でそして2022年ということで、えー、ありますがこれ何かと言いますとですね、受験者の正解率をまとめたものです。えー、つまりまあこれね、えー、アンケートを取ったわけですよ。はい。ねえー 何番の選択肢選びましたかみたいな感じのアンケートを取ってね、えー、皆さんにちょっとご協力いただいてで、えー、それのですね受験者の正解率が90%オーバーしているものそうつまりもう受験生の90%以上の人が正解している問題が何問あるのかねじゃあ80%台は70%台はというふうにまあこうやってですねデータを取ってみたわけですねでそうするとですねここ網がかかっている部分があると思いますこの網がかかっている部分は何かというとそう正解率が 50%を切っているつまり正解率が半分以下だったもので、えー、この網がかかってない部分つまりこっから上ははい正解率が50%を超えているものつまり何かと言いますと受験者の半分以上の人が正解している問題だということですでこの受験者の半分以上の人が正解できる問題をもし一問も落とさなければ2018年は44点取れたんです はい、じゃあ2019年はどうなんですかって言ったら2019年これははい2020年は45点取れたんですねはい2021年は40点2022年は41点取れたということになるわけなんですさあ皆さん考えてみてくださいまあ下にね合格点というふうにね、えー、載せてありますけれどもそうなんですこちらご覧ください 必ず合格でできてるんですよはいそう受験者の半分以上の人が正解できる問題まあ、つまり正解率50%以上の問題を1問も落とさなければ確実に合格者になれるというデータが出てるんですここに。はい、ね。 まあ、あの2022年はね。あの問いの48万が全員正解となったんで、まあ、実質49問でデータ取ってます。けれども、そうまあ、えー、そうだとしてももう一緒です。はい、考えてみてください。受験者の半分以上の人が正解できる問題が難しい問題なはずはないですよね。そう。基本問題なわけですよ。つまりこの宅建試験。 基本問題を落とさなければ確実に合格する試験だということをデータがちゃんんと証明してるんですなのにもかかわらずですよそう、ね、受験生の多くは、ね、もう難しい問題を見た時に「あこの問題も解けるようにしておかなければいけないんだ」と言ってそれの対策を、ねえー、もう取りまくって結局 こっちの基本問題を落としてしててまってこのねえー、台数にたどり着かないもっと言うならば合格点にもたどり着かなくなってしまって合格を取り逃してしまうというですねこういうことが本当に頻繁に起こってるんです。はいですのでもうこの「宅見試験を知る」っていうタイトルありますけども何を知ってほしいのか基本をちゃんと固めれば確実に合格する試験なんだってことを 本当に知ってもらい,たいんで,すよ、ねはい、ですので、えー、ここはいまあちょっともうね書いてありますよはい、えー、レジュメにも書いてありますよまあお手元にあるかあないかは分かりませんけどもねまあお手元にあればもうもうもう,もうチェック入れといてくださいよ基礎さえしっかり定着させておけば必ず合格できる試験ねはいまあ今お手元にないっていう方はねあの画面をしっかり見てください、はい、基礎さえしっかり定着させておけば必ず合格する試験なんですでですののまずこのことをしっ しっかりと押さえておいてください、はい、もう勉強を始める前にここを押さえておかないと何を勉強したらいいのかって言った時に本当に、えー、もう細かいもの細かいもの細かいものっていう風にやってしまってそれでやっぱり勉強の仕方方としししててて失敗してしまうって方が本当に多いですの、えー、ですよ、ね、これをまず一番最初にね強調しておきたいと思ってもうレジュメの1ページ目のところにご用意させていただきました。 はいですのでまず、えー、ここは本当に念頭に置いといてくださいでは、えー、2ページ目のところを見ていきたいと思いますさあまあ今回のねタイトルにもあります学び方改革というふうにありますがさあどうやって学んでいけばいいのかということで合格のための鉄則こちらにご用意させていただきましたはい合格の鉄則6個ありますいきます1番 今年絶対に合格すると決意しましまょうそして2番目なるべく早く学習を始めましょうそして3番目暗記と理解のバランスを保って学習しましょうそして4番基礎をしっかりと身につけましょうそして5番範囲を広げすぎず取捨選択をしていきましょうそして6番継続は力なり大作戦というふうにありますけれどもさあ皆さんこれ聞いてみてどう思いましたかうーんなんか タイトルでなんか学び方改革っていうなんかすごいなんか大げさなタイトルついてる割になんか当たり前のことしか言ってないような気がするんですよね。はい、そうなんです。ここがポイントなんです。実はですね、もうこれ本当に覚えておいてほしいんですけども、当たり前を当たり前にできる人間が一番強いんですよ。そう、ほとんどの人がこの当たり前でしょって思ってるものに対して当たり前にできていないという事実があるわけなんです。 はいですのでまず本当にこれ、えー、聞いた瞬間に、うん、まあなんかね、えー、変わり映えもしないようなね、えー、なんかよく聞く話が並んでるなこのねよく聞く話をですねしっかり押さえておいてほしいんですよ、えー、もうそこは真実なのではいでそしてそれがほとんどの人ができていないのでそうそれできていない人ができるように変えていきましょうそういうのを何て言うんですか改革っていうんですよ。 はいですのでそう皆さんがね、えー、当たり前じゃない道を歩もうとしてる人たちに対して当たり前という道にですね、えー、戻していきたいというのがですねもう本当にこの学び方改革というですね、えー、この言葉のもう本当の意味だというふうに押さえといていただきたいわけでございますよ。 じゃ、はいまょず1番目「今年絶対に合格すると決意しましょう」え「もう来年でいいや」って思っていたら、まあ、いつままで経っても本気にはなれせん、はい、であのここなんですけれどもやっぱり試験直前なんですよね一番は、ね、で試験直前になって、まあね、なんか弱気になってくるとまあ,まあなんか年に1回あるしなみたいな今回逃しても来年あるしなみたいな感じだと、まあ、やっぱり、あのー、失速しちゃうんですよ。 でえー、失速してしまってですねまあ来年でいいやーってなると直前期にパワーが出せないそうするとやっぱり合格できないってことになっていくわけですですので直前期にちゃんとですね全力で頑張れるかどうかっていうのって本当に今年合格するぞって思ってるかどうかなんですでその時に直前期にこう言いたいんですよだって今年絶対受かるって決めて始めたじゃないですかと。 ねえー、そうやって決めて初めの段階で決めてくれないとやっぱりね、えーまあ、直前期になっていきなりそういうふうに思うってなかなか難しいのでそう最初の段階からやっぱりそう思っていてその気持ちを継続させていってほしいんですなぜかというとだからもう一番強く思えるのって勉強スタートする時なんですよ。 勉強スタートする時き一番これを強く覚えますのでまあしっかり覚えといてくださいって感じです。はいで、えー、まあ卓研試験、まあ、どのぐらい勉強すればいいんですかっていうとまあこれはねあの基本的にはまあ何て言うんですか、えーんまあ、人それぞれっちゃ人それぞれなんですけれどもまあねよく言われるのはまあこれがちょっと事実かどうかとりあえず置いといてよく言われるのはまあ大体300時間がえー、ね はい、平均値というふうに言われます。って考えてみると、まあ、試験まであと300日あるというのであれば1日1時間ででいいわけですよねそして、はいね、もしもおこれが150日前に始めますって言ったらは、まあ、そう1日2時間。はい、じゃあ、えー、100日前に始めますって言ったら1日3時間そう。つまり始めるのが遅くなれば遅くなるほど1日の勉強時間を増やしていかないといけないわけです。 だったらば2番なるべく早く学習を始める方がいいですよねその方がね300日前に始めればね、えー、まあそれ1日1時間でいいわけですよはいただ皆さんちょっと悲しいお知らせがあってですね、えーえー、皆さんこれいつ聞いてるかわかりませんけれどもいつ聞いてるのかわからないんですけどもなんとこの収録をしてる時点で300日切ってますので、えー、あと300日以上あるぞっていう状況で聞いてる人は多分誰もいないわけですよ はい、えー、ということですので、まあ、1日1時間ではまあ足りなくなっているというのが事実ですよね。はい、えー、これをまたね。先延ばしにすればするほどね。どん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 ね。1日の負担が増えていくってことになりますから、やっぱりなるべく早く学習を始めるというのは大事なことになります。そして3番です。暗記と理解ってどっちが大事ですか。か っていうね、よく言われるね、えー、ことがあるんですけどももう先に結論から言います本当にどっちも大事ですはいあの暗記と理解のバランスを崩すとこれは本当にあの得点につながらないっていうのはしっかり覚えておいてくださいで本当にバランスが大事なんですよで何かっていうとあの暗記に偏っても理解に偏っても点数は伸びませんでこれ気をつけていただきたいのが何かというとあの「 これね独学でやってる方もスクールに通ってる方もどっちもあのバランスって崩すす傾向があるんですねで具体的に言うと独学ししよようととててるる人って意外とこの暗記に語るんですよでなんかよくわかんないけどまあなんかこのフレーズそのまま覚えれば試験にそのまま出るんでしょじゃあもうこれそのまま覚えちゃおうみたいな感じで、えー、やっちゃう方ってのは結構多いんですよね。はい、でそうするとやっぱり応用問題って解けないんですよ。 はいだからね理解ってめちゃくちゃ大事なんですよっていうところはまあもちろんそれはそれれはであるわけですですがじゃあねスクールに通うと今度は逆にですねスクールのところでねやっぱりまあまあまあ私も含めなんであんまりね言えないんですけれどももう私も言っちゃってるのでね,ね丸暗記じゃダメですよ っていう言い方をまあ、やっぱりよくしちゃうんですよねはい。えー、まあ、事実ですよ丸暗記は良くないですい今言った通りね、えー、何も分からずただ暗記するってのはそれはよろしくないことですただ脳内変換が始まる可能性があるんですよそう暗記はいらないってはい丸暗記はダメだっていう風に言ってるのにも関わらず暗記しなくてもいいんだっていう風に脳内変換が始まっちゃうんですよねそうすると 覚えなければいけないものを覚えていなければ点数にならないという当たり前のことをちゃんと覚えておいてください。いいですか、えー、いや何かっていうとですね、えー、じゃ例えばはい、えー、皆さん問題です。えはい、えーはいえー、これ、えー、どういう意味ですか答えてください、はいえー。この内容を答えてくださいって言った時に分、えー、かりますか分かんないですよねはいじゃあ考えてください。 ね、考考ええてくださいいも分かんないんでしょそう覚えるもの覚えてないで分かんないんですよねじゃあ例えばですよ、えーはい、これがですね、えー、このぐるぐる巻きは、えー、これという意味だったとします。でこのんか三角形みたいなやつが「何々です」という意味だったとします。でこの米印は、ね、ペンだったとします。 はい、でそうすると、はいえー「これは訳してください」って言った時に「あこれはペンです」っていう風に訳せますよね。それなんで訳せるんですかって言ったら「まあ、これがこれって訳すこれがですって訳すこれがペンって訳す」ってちゃんと暗記したからですよ。そう覚えななければ何も始まらないんです、はいえー、ですので、ねえー、理解しよう、まあ、大事ですよ。理解するのも大事なんですけども暗記しなくていいとは一言も言ってないんですねそうね。 まあ実際問題、まあ、はっきり言いますね、えー、この学び方改革っていうふうに言ってますけれども、えー、多くの人が守ってくれないものってもうこれなんですよ本当に、えー、これは本当に守ってくれない、えー、偏らないでくださいどちらも大事ですどちらも大事ですどちらも大事です以前、ね、はいそこはしっかりと押さえといてください それから4番目はい。基礎をしっかり身につける。先ほど言いましたよね。そうね、正解率50%以上の問題を一問も落とさなければ、必ず合格者になれるという。この事、実をちゃんともう一回踏まえてやってください。そして5番。 範囲をを広げすぎず取捨選択をしていかななけければいけないんですあれもこれもっていう風になってくると結局ね、えー、もう手を広げすぎてもうね収集がつかなくなってしまう場合があります考えてみてください民法だけでも1,000条以上の条文があるわけですよそれを全部完璧にって言ったらばねえ1,000、ー、条以上あるものをですね全部完璧にしようとしたら大変ですよね。もうこれだけで1年以上使っちゃいますよ、ねで もちろん宅建試験って民法だけが範囲じゃないわけですよね。民法も宅建業法も法令上の制限もね。着手着火訪問をね。建物区分所有法もね。不動産と業務をいっぱいあるわけです。で、そうした時に。 じゃあね、民法だけでも戦場以上あるから、これを全部やろうって言ったら、もうそれだけでやろうとしたら、もうそれだけで一年かかるってことは一年で間に合わないんですよ。え、今年絶対に合格するって決めたじゃないですか。ね、え、今年合格するのが無理なね、戦略を取っちゃったら、それは無理でしょうって話になるわけですよね。じゃ、この民法だけでも戦場以上あるんだけども、そう、ね、え、宅建試験によく出てくるところと、こんな滅多に出ないよってところがやっぱあるわけですよ。だったら、まあ、よく出てくるところをしっかりやって、ね、そして、ね、あんまり出ないところはもうね、え、手を広げすぎ。 取捨選択ということでここはじゃあ捨てておきますかっていう風にやっておかないと大変なことになるわけですよでもね戦場、まあ、以上ある中のどこから出てくるのって言った時にもう本当にねこんなもん10年20年に1回しか出ない来ないって場合もあるわけですよでそういう問題は必ず正解率が低くなるんですよはいね正解率が低くなるんですよ追い求めちゃいけない問題なんですよ基本問題ではないんですよということになりますのではいこちらに関しましては ちゃんとして選択が必要だよねってことになりますなどは6番継続は力なり大作戦で実はやる気になるのは簡単なんですよやろうっていう風うに思うのはそんなに難しくないんです ただそのために継続させるのってめちゃくちゃ大変なんですね。なのでまあやっぱりもう本当に継続は力なりなんでしっかり継続できるかどうかっていう話になってきます。こののはもう本当に合格への鉄則だということになりますけれどもさあまずどうすればいいんですかっていう話です。 はいまあ下に書いてありますけれどもねまあ皆さんはもうこの合格の鉄則の方を見てほしいのではい、えー、この合格の鉄則を見ながら聞いていてください1番これに関してはもうこれをもう聞いてるこの今決意してくださいはいね皆さん今年合格しますかしませんはいもうこれを決意してくださいまあ、だって宅検試験受けるって決めたわけじゃないですかえっ、ーえー、何々まだ決めかねているうん、えー、まだ決めかねているんだったらもう今決めちゃいましょうはい ね、もうなんでえまあちょっともうちょっとよく考えてくれらうん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 なるべく早く学習始めた方がいいですよはいねもうやっぱり、ね、気になってるんだったらもう始めましょうよはい、ね、もしもう卓犬なんでもう本当に興味も全くないとか言うんであればもうそもそもこんなガイダンス聞いてないですからね興味はありますよねはい興味があるから聞いてるわけですよだったらもうやっぱりなるべく早くは学習始めるだったらもう今決意するねはい もううやりましょうはいねでこちら3番暗記と理解のバランスを保ってっていうことなんですけども本当にここあの気をつけてくださいでまあ私も講義中に本当にあの口うるさく言うのがこの3番ですもう本当に口うるさく言います、えー、それはあのま何、あ、て言うんですかね自分もやっぱり私もね「丸暗記は良くないよ」ってやっぱりね、えー 講師ってそういうういところ言うので言の私も結構言うのでえ言ってしまった時にはやっぱりまあそのリカバリーってわけではないですけどもいやだからって別に覚えなくていいって言ってるわけじゃないですからねっていうことはもう本当にあのもう口るさく言います、はい、それはやっぱりねえそこのバランス保ってほしいってところがありますのでねはいでこれ4番5番がね。 本当ににに不安になった時に、えー、忘れがちです、まあ、今はねあのスタートの段階ではね「ああなるほどね」って言ってくれるんですけども試験直前になって不安になってくると「えー、ああそこ捨てていいよ」って言ったら「いやでもだって過去問で出てるじゃないですか」って結構言うんですよ。えー、あのですのでもうここら辺4番5番は本当に直前期あたりに本当に覚えておいてほしいものになりますね。はい そういう感じになります。まあ六番はね、えー、まあ継続は力になりはもう言わずもがないで分かっていると思いますけどもね。はい。ただここね大きく分けるとここなんですよ。一二と三四五六で分かれるんです。それは何かと言いますと、一番二番はいくら我々が言ったところで皆さんが決意をしてくれないと何もスタートできないんです。はい。我々がお手伝いできるのは三から六なんですよ。 そうつまり合格の鉄則の中の3分の1は我々にはもうどうしようもないい,い,、ねえー、いくら我々がこう、ね、手を尽くしてもどうしようもない部分がやっぱり1番2番なんですよね3456はもう我々もう完全にサポートできますけれども12は本当に今皆さんがもう決意していただくこれしかないということになりますのでまずもう本当に1番2番をまず最初に、えーね、できるようにしておいてくださいということになります。 はいそれでは次3番ですはいえーね次のページのところを見ます過去問を徹底的にという風にやりますねやっぱりね宅検試験、えー、ね、まず最初に何をやるべきですかって話なんですけれども、えー、まあ勉強するときにですね、えー、結構いろんな人から言われます過去問が大事で、過去問が大事で、過去問が大事で、ねもう本当に耳に多効ができるくらい言われるわけですよで、そうするとやっぱりね気になっちゃうんですよね何かって過去問って過去に出た問題でしょと、えー、ね えー、だったらもう同じ問題出ないんじゃないのっていうふうに思ってしまう方ってのは多いわけですそこでこちらご覧ください2019年問22の選択肢4番はい講師が所有する市街化調整区域内の1万2,000平方メートルの土地を卓研、えー、業者 H が購入した場合 H は事後届で行わなければならない、うん、まあまあとりあえずこれ講義ではないので「○か×か」とかそういう話はともかくとしてとりあえず、まあ、こういう問題文が出てると、えー、いうことですでは次こちらご覧ください 二千八年、えー、問い十七の選択肢二です。講師が所有する市街化調整区域内の一万二千平方メートルの土地について。えー、宅建業者 C. が購入する契約を締結した場合、C. はその契約を締結して、日から起算して。二週間以内に、地元届出をしなければならない。絶対に、これを踏まえて、これ作ったとしか思えないですよね。そう。過去問で出てきたものを、そのまんま使。って っててくるもうちなみにはもう完全に同じようなもんですよねだってどっちも孔子とかって言ってるし市街化調整区域って言ってるし1万2,000平方メートルって言ってるしねえなんか宅建業者が買おうとしてるしねえそして事己届で、ね、やるかやらないか聞いてるし大体一緒ですよねっていうことになるわけです。 はい、まあさすがにねこれは極端です。はい、えー、ここまで一緒っていうのはまあなかなかないですよ。ここまで一緒っていうのはなかなかないですけれども、ただ過去問って繰り返して出題されます。そう、で過去問の焼き直しの問題が多ければ多いほど合格点って高いんですよ。で過去問の焼き直しの問題が少ない、まあつまり今まで出題されていなかったねなんか新しい論点とかが出てくると合格点って下がってくるんです。 はい。まあちょっと最初のページでも確認しました通り、達検試験ってその年によって合格点って違うじゃないですか。で、なんでこれ年によって合格点が変わるんですかって言ったらば、実はあの過去問の焼き直し率が結構大きいです。え、あこれ過去問で出たねえ論点が今年中心に出されてるなっていうと、まあ合格点もやっぱり高めに出るし、え、なんかあんまり過去問で出てない論点がいっぱい出てきてるな今年っていうと、大体あの合格点下がってるんですね。なので、あの合格点こう高いか低い かって過去問の焼き直し率がそのまま問われるというふうになります。はい。ということなんで、だから過去問って大事だっていうふうに言うわけなんですよ。ああ、だったら過去問だけやっとけばいいってことですか？って言われるわけですよね。それも違うんです。 はいそれは何かというとですねこちらご覧ください、えー、こちら2019年のまあ問いの42番の選択肢の1番なんですけどもね、えー、実はまあこれもうちょっといちいち読み上げませんけれどもこの問題実は過去20年1回も出たことないんですよはいもう完全なる新ネタみたいな感じでまあそれより前に遡ると出てることは出てるんですけどはい、まあ、少なくとも過去20年では1回も出題されてないんですよねだけども実はこの問題が出た時に正解率87.1% はい、さあ50%超えてますのでこの問題は正解できないとまずい問題ってことになるわけですよねでも過去問に出てないわけですよあれじゃあなんでこんなに正解率高いんですか過去問に出てないのにそうなんです実はこれほとんど全ての「卓研の基本書」に載ってるんです、はいえー、インプットの本ですよねインプットの本にもうこれ載ってない本はほぼないんじゃないかぐらいにみんな載ってます はいまあ、例えばですね、えー「合格の取説という本ですねまあ、私が書いた本ですけども、えー、こちらの、ね、基本テキストにもこんなふうに、ね、感じで載っております。はいまあ、もちろん、えー、他の本でも載ってます。えー、なのでそう「過去問に載ってなくても基本書でどの基本書使っても載ってるぞ」っていう問題は正解率上がります。じゃあ皆さん聞きますけども過去問だけでいいですかって話になるわけですよね。 はい、まあそう考えてみるとやっぱりまあ過去問だけで勝負っていうのもまあなかなか難しい。なのでしっかりとまあ、ね、インプットのテキストで大事なところをちゃんと押さえてそしてそれを踏まえた上で過去問に行かなければいけないというですね、まあ、こういう流れで勉強するべきなんだなっていうところはまあご理解いただけたと思います。はい、ではですねじゃあ具体的にどうやって勉強していけばいいんですかって話になるわけですよね。はい さえー、それから1名の4ページ目レック卓見講座で2023年試験とパーというふうに書いてありますけれどもさあ、えー、ねまあ結局のところ宣伝ですかっていう話ですけども、まあ、宣伝でございますがはい、えー、なんですけども、まあ、今回ねタイトルにも「週1学習で詰め込まずに合格」って書いてありますけどもはい週1学習そう、えー、まあレックにはですね「週1完成合格フルコース」というものがあります。はい えー、こちらの、まあ、宣伝といえば宣伝ですけれどもねはい、えー、この講座なんですけども他の講座とどこが異なるんでしょうかっていう話ですはい1番インプット講座が通常講座の半分で終わるということですねこれ何かというとですねレックには期間講座でスーパー合格講座という講座がありますこれね全部で34回あるんですよ はいそれに対して週一完成コースこれはえ十、ー、七回もうちょうど半分ということですよねそうちょうど半分の回数でインプットが終わるんですでこれは何でですかって話なんですよねはい何で半分で終わるんですかまず一つ目、えー、はい ここに集中しして説明をしたいからですもうここ全部切り捨てちゃってるって感じですね。まあ40%はなかなか切り捨ててないかもしれないですけどまあ30%以下のものなんかもう最初からなかったものとして説明してるわけですよ。えー、ですのでもうあの確実にえ基本のみを,をね、えー ちゃん押さえていくっていうそういう講座になりますのでまあ取捨選択さっき言った取捨選択ですねそこの取捨選択をめちゃくちゃしっかりやっているってところがでかいですそれから、えー、まあ取捨選択だけだったらねもうあのすいませんけど半分に取捨選択するわけにはいかないのでそれはもうね、えー、捨てまくってるってことになりますのではい、えー、まあ若干取捨選択をしてる。 でも若干だったら半分にはならないんじゃないんですかって思うかもしれないですけどもそれを半分にギュギュッと凝縮できるのは何でかっていうとですね実はこの使用するテキストなんですよね使用するテキストがまあさっきもねちょろっと話に出ましたこの「たっ士合格の取説基本テキスト」ってやつを使っていくんですよ。 はい、このテキストに工夫がたっぷりされているわけですまず何かっていうとですねもう本当に分かりやすく書いてますす、はい、かりやすく書いいてるのでそれをさらに噛み砕いて説明していくっていうそういうスタンスを取れますので、はい、ですのでまあ本当にえ本を読んでも、まあ、ある程度分かるそして講義を聞けばさらに分かるっていうですねえそういう感じにしてありますのでそうですのでそういうところでも時間短縮っていうのはできると。 でこうねあのじゃあインプットが半分ぐらいになるからって何のメリットがあるんですかあの実は一番のメリットってここなんです直前期なんです実は直前期に、はい、ちょっと混乱しちゃったなーっていう場合があるんですけどもそ,うその時にインプットの講座もう一回そこだけダイレクトに聞きたいって言った時に分かりますそう半分の時間でで終わるんです 直前期ってもう1分1秒が大事ですよねその時にもうね長いものをギュッと半分にしてくれてるっていうのはかなりでかいんですよねなので結構ですねこの週一完成合格フルコースね過去の受講生でも本当に直前期にサクッと確認するのに本当に役立ちましたっていうおっしゃる方多いですはいもうねこれ直前期にまでパワーになってくるっていうそういうところはでかいです それから2番目、アウトプットが同時で走ってるってことです。だいたいインプットが終わったら次アウトプットって場合が多いんですけれども、この周知完性合格フルコース、はい、えー、インプットとアウトプット同時並行です。つまりインプットでやったらすぐにアウトプットで確認できるっていうですね、こういう仕組みになっています。これってもう知識を定着させるのにベストなんですよ。ですので、えー、これをで同時で並行させます。で、えー、 インプットの方は、インプットの方は生講義でも、ウェブ DVD でも行ってますと。で、アウトプットの場合は、ウェブのみです。はい。ですので、あの、受け方として、インプットは生でね、まあ、これ、生講義、新宿エルタワー本校でしかないんですけども、新宿エルタワー本校、木曜日の夜です。木曜日の夜、生講義に来て、そして、え アウトプットをウェブで受けていくっていうこの方針と、まあね、新宿はちょっと遠すぎていけないよっていう人とか、まあ、あとはですね、えーまあ、ちょっと新宿に行けることは行けるんですけど目標の夜はちょっときついんですよねみたいな人は、まあ、オールウェブで、えー、受けていただいてもいいという感じになります。はい、インプットは生とウェブと両方あるアウトプットはウェブのみというね、えーまあ、こういう,う、まあ、ハイブリッドみたいな感じでね、えー、やっていくわけでございますよ。 はいということですでしかもこれ、えー、問題集リンクしてるんですけども実は問題集の問題をこのアウトプットって実は全文解説してるんですで実はこれ、まあ、まあレックも含めですけどももうほとんどのねスクールさんであのまだいたいアウトプットの,の教材って配るんですよでこれやっといてくださいねっていうのが多いんですよね 実際にあの全問解説してる、ね、そんなコースって他のスクールを含めても見かけないです、えー、ですので「やっといてね」じゃなくてもう一緒にやっていこうっていうこういうスタンスで、えー、講座を、ねえー、作っておりますのではいもうその中でもだいいぶ違ってくると思いますそれから3つ目これが一番大きな特徴かもしれないですけども直前期はレックのその通常の期間講座と同じ直前講座になります。 さあ考えてみてください同じ直前講座に紛れ込めるってことはそう、ね、レックの普通の期間講座で勉強してる人たちと同じ学力になってないとダメってことですよね学力違ったら同じ講座に紛れ込むことできないですからそうつまりそこまで引き上げていこうってことですはいねインプット講座半分だけどもでも直前期にはそう期間講座で勉強した人と同じ学力を身につけさせろ。これが もうこの講座の趣旨ということになるわけなんですね。はいということでですね、まあ、この週1完成合格フルコース本当にえねもう小学者の方でも、まあ、再チャレンジの方でもね、えー、幅広くみんなにお勧めできる講座ということになっています。でラスト5番「自分の未来を変えよう」というふうにありますけども本当に卓球試験に合格すると人生変わっていきます。 でもまあその人生変変わわっっててきますす言ってもまあどう変わるのか人人それぞれぞです、まあ、人によってはね、えー、この卓球試験に受かったから就職が決まったっていう人もいます卓球、まあ、試験に受かったから独立開業できたっていう人もいます卓球試験に受かったから自信がついて他の資格にステップアップしていこうって人もいますまあその、うん、人生の変え方ってのは人それぞれですでも何かを変えるきっかけになりますですのでもうね今日これ。 ガイダンス見たのを一つ本当にねこのガイダンスを見て「宅賢頑張ろう」って思ってそれでね「えー、宅賢受かって人生変わりました」全てのきっかけになったのはこの動画なんですって言ってくれるともう本当にガイダンス担当当者としてはもう本当にこの上ない喜びですですのでもしかしたらこれがあなたの人生を変える一日になるかもしれませんので是非「ね、ぜひ宅賢試験頑張ってみよう」決意したのであればね今年必ず合格しましょう。 はい、ね。皆さんに教室でも,もしくは画面上で、ね、お目にかかるのを楽しみにしております。それではですね、えー、30分という短い時間ではありましたけれども、開、え、発、ー、の方以上で終了させていただきたいと思います。えー、皆さんどうもありがとうございました。